パロールは言語学、哲学における言語の側面についての用語。用いる人によって意味が異なる。ソシュールは言語にはラングとパロールという二つの側面があると考えた。ラングとはある言語社会の声員が共有する音声、語彙、文法の規則の相対である。それに対してパロールはラングが具体的に個人によって使用された実態である。そして、 パロールは個人、場面によって異なり、言い淀み、言い誤りなども含むことから、ソシュールは言語学の研究はラングを対象とすべきであるとした。ソシュールによれば、パロールとは個人がラングの規則と条件に従ってその意思を表現するために行う具体的な発話行為である。また、ラングが社会的な側面に立つのに対して、パロールは個人的な側面に立つが、 必ずしもこの概念は対立しているわけではなく、むしろ相互依存的な形をとっている。ジャック・デリダなどの哲学、言語学では、パロールはしばしば、エクリチュールと対比的な概念として考察される。デリダにおいては、西欧社会では、古代ギリシャの哲学者、プラトン以降、書き言葉よりも重視されるものと見なされてきたという。ありがとうございます。